スで楽しく遊ぼうね。ところでどう？この服似合う？これからみんなと出かけるところなんだ。でもその前に試しにやってみよっか。私が電話で問題を出すから、正しいと思う答えを選んでこの4つのボタンの1つを押すの。いい？電話かけるよ。もしもし、聞こえる？未来の私の姿であるネオクイーンセレニティは次のうちどれでしょう？1番、2番、3番、4番。さあ、正解だと思う番号のボタンを押して。だよね、ブブー。2番がネオクイーンセレニティなんだよ。じゃ電話を切るね。ウサギ早く。何やってんのよ。ごめんごめん、今行くよ。早く早く。あ、来た来た。ごめんね、遅くなって。本当に遅いわよ。ウサギったら服選ぶのに時間かかんだもん。でもおかげで今日のコーディネートはバッチリ。どこが？結局最初に着てた服と変わってないじゃない。変わったのよ。ああ、これだから子供は微妙なセンスってのが分かんないんだから。あんたの方がよっぽど子供っぽいじゃない。まあまあ、喧嘩はよしましょうよ。そうだ、みんなに聞いてみよう。リナピー、ヘイゲー。みんな聞こえる？家を出る前のウサギと今のウサギ、どの部分のファッションが変わったかわかる？1番、上着の色が変わった。2番、スパッツの色が変わった。3番、ソックスの色が変わった。4番、ペンダントを外した。さあ、あなたはどのボタンを押す？悩んで30分も遅刻したわけ？だって今をときめく絵本作家三崎麻子先生にお会いするのに、やっぱおしゃれしないと。お会いするって講演会でお話を伺うだけじゃない。そりゃまあそうだけど、どうせ寝ちゃうんだからパジャマで来ればよかったのに。ちびうさ。確かにウサギちゃんは危ないわよね。言えてる。リーちゃんだってこないだ映画館で寝てたもん。私が映画館で寝てたですって？何月何日何曜日何時何分何秒に寝てたのよ。7月4日月曜日3時3分36秒、天気は晴れ時々曇り。負けた。そろそろ行こうか。なんだか遅れているみたいね。うん、どうしちゃったんだろう。あれ、はるかさん。いや、ごきげんよう。美咲先生の車が渋滞に巻き込まれてしまって10分ぐらい遅れるらしいよ。はい、もう待ちくたびれちゃったよ。じゃあ待っている間にみんなで順番にクイズを出し合いましょうよ。先生、単純なやつ。じゃあまずは私からね。もしもし、さて問題です。私、レイちゃんことセーラーマーズは火を使った攻撃が得意なんだけど、他にもう一つ武器があるの。その武器とは次のうちのどれでしょう？1番、パチンコ。2番、剣。3番、お札。
4番マシンガン。レイちゃん家は神社だからこれが武器なのね。ピンポーン。その通り。ブブー、外れ。正解は3番のお札です。はい、美奈子ちゃん、ありがとう。もしもし、続けて私から行くわよ。私といつも一緒にいる猫のアルテミスは次のうちどれでしょう。1番はこれ、2番はこの子、3番はこんなの、4番はこいつ。さて、どれでしょう。白いのがそうよね。はずれ。正解は2番の白いのよ。今度はまこちゃんの番ね。オッケー、じゃあ行くよ。私、木のまことの得意なものは何でしょう。1番料理、2番中学生なのに車の運転ができる、3番スキー、4番勉強。さて、わかるかな。まこちゃんって結構女の子らしいのよね。任しといて。ピンポーン。料理が得意なんだ。ブー、1番の料理が正解だよ。スケートならいけるんだけどね、スキーはダメなんだ。じゃあ次はウサギちゃんだよ。お任せ。次は私の番なんだからね、順番守りなさいよ。順番を。じゃあ問題いきます。親の顔が見たいよね。未来から私をセーラー戦士のもとに導いたのは誰でしょう。1番セーラーブルート、2番キングエンディミオン、3番ネオクイーンセレリティ、4番ルナ。わかる？面白そうだな。ミチルさん、あ、すいません。あら、ウサギ、私もやらせていただいていいかしら。え、悪いんですけど、順番が。え、なんですの。あ、だからその順番が。お先にどうぞ。どうもありがとう。もしもし、それでは問題ですわ。セーラーネプチューンとセーラーウラヌスが最初に戦った敵を覚えていらっしゃるかしら。次の4つの中から選んでくださいね。1番パズルから出たネコンネル、2番おみくじの木から出たミクージ、3番ハートのモニュメントの大ハート、4番は都電の都電。さあ、どれかしら。氷川神社のレイちゃんが狙われたんだよね。はい、正解ですわ。2番のミクージですね。残念でした。2番のミクージが正解ですのよ。ミッチェルさん、次はね、私なの。私。あら、先生が見えたわ。じゃあ電話を切るわね。遅れて申し訳ございません。三崎麻子です。本日は私の経験なども含めまして。
を紡ぐピュアな心に潜むタリスマンをいただくハーテナ。クイズに答えて地獄へ行こう。大丈夫、おいしい、安心だ。ハーテナ、クイズに答えて地獄へ行こう。キリュウさん大丈夫？みんな変身よ。心は渡さない。お前たちみんな罰ゲームがしたいのか。しまった。アドベンチャーランド、ステージ1はあやかしの城だ。クイ、これ美咲先生のアドベンチャー絵本の世界だ。どういうこと？私たち絵本の中にいるの？その通り。これから出す4つのクイズに答えられなければお前たちは永久にこの絵本の世界に捕らえられ、嘆きの沼に死ぬまで閉じ込められるのだ。頭の勝負なら任せて。そうよ、ムーには無理だけどね。チビウサ、私の問題はちょっとやそっとでは解けんぞ。ハーテナ、控えおろう。ここにお預かったをどなたと心得る。天才少女の名を欲しいままにする十番中学一の才女、水野亜美様よ。そうよ、しかも受験という過酷な試練でますますパワーアップし、全国無差別ウルトラ級模擬試験でも満点賞を取り続けるスーパー天才少女。セーラーマーキュリーこと水野亜美に解けない問題なんてないぜ。嫌だわみんな。それでは第一問は、そのスーパー天才少女に手伝ってもらおう。ハーテナ、第一問、ハーテナ。
題です。本当のマーキュリーはどれでしょう。何言ってんのよ。私たちがお友達のマーキュリーちゃんを間違えるわけ。これは難しいわ。みんなに聞いてみましょう。ジュビサちゃん、うん、ユナティー平家。待っててよかった。テレビっ子、良い子のみんなが一緒だもん。そっか、その手があったか。もしもし、どれが本物のセーラーマーキュリーかみんなはもう分かったよね。テレビっ子の番号のボタンで教えてね。ヘアスタイルや身につけてるものがポイントね。1番、2番、3番、4番。さあ、わかるかな。ページが変われば場所も変わるのだ。第2ステージは迷いの森。次のクイズはこれだ。ハーテナ。うわー、すごい。喜んでいられるのも今のうちだ。それ、さあ、あの林の中の鳩を見つけてみるがいい。やだ、わかんない。泣かぬなら泣かせてみせよう、鳩ポッポ。このヴィーナスにお任せ。もしもし、みんなも見つけられるわよね。この絵の中からさっきの鳩を見つけてね。何番の場所にあったか見つけたら番号で教えてね。1番、2番、3番、4番。確か白い鳩だったわよね。そこよ。ヴィーナス、ラブリーフェーン。そうよ、正解は1番。雲に隠れてたのね。残念、答えは1番。雲に隠れてたのよ。それじゃあまた切るわね。くぅ、正解だ。やったー。どう、ざっとこんなもんや。自分は分かんなかったくせに。次はここだ、クイズ。ここは第3ステージは暴走の街角。次の問題はこれだ、クイーズ。なに、ちょっと危ないじゃないのよ。なに、第3問、自動車、バイク、トラック、飛行機。この中で燃料が他より2倍かかる乗り物は。そんなの簡単よ。燃料が一番かかるのは空を飛ぶ。かかったね。その答えは違うと思うわ。これは言葉遊びの問題よ。もしもし、みんなはわかるかな。燃料が2倍かかる乗り物よ。1番、自動車。2番、バイク。3番、トラック。
4番飛行機。2倍かかるっていうことは2倍食うってことよね。わかったわ。バーニング待てろ。そう、2倍食うでバイクが正解よ。2倍食うでバイクが正解よ。それじゃまたね。おのれ、最後の問題は私の地元だ、クイーズ。最終ステージは幻のカジノ。次の問題はこれだ。どこへ行ったかな。分かったわ。そうかな。ここは魔法の世界、記憶力だけでは最後のクイズは解けん。お前たちの勘だけが頼りだ。もしもし、記憶力なら自信あるんだけど、どうやら魔法で位置が入れ替わっているらしいの。みんなの勘だけが頼りよ。どれがハートのエースか番号で答えてね。ただし、答えが毎回同じとは限らないのよ。ええ、そうだと思うわ。そうかしら、私は違うと思うわ。じゃ、電話を切るわね。勘のクイズなら私に任せて。さあ、ピュアな心を取り戻そう。こうなったら腹ずくで葬ってくれる。君さまない。うわー、セーラームーン、ワンボーンシェイキン。うわっ、あっ、うわっ、絵でも力でもこの私に対抗できる者はいない。クイズの世界を制するのはアイだ。タカシーの仮面様、ダイモンクイーズ、お前にかけているのはアイだ。アイだと？そんなものクイズの世界に必要ないわ。では問題だ。10番文房具店で1本10円の鉛筆を100本買いました。全部でいくら払えばよいでしょう。この私にそんな簡単な問題を出すとは。10円のが100本なら1000円だよね。ええ、間違いなく1000円よ。わかった、1000円だ。セーラームーン、いくらだ。900円。その通り。なぜだ。あそこのおばちゃんいつもおまけしてくれるんだもん。クイーズ、お前の回答には愛がない。思いやりや優しさのない計算など所詮薄っぺらいもの。さらば。私の負けだ。こうなったらお前たちも道連れだ。
違う、タリスマンじゃない。そう、美咲先生の講演最高。いろいろ参考になったわね。